高松北バイパスは、香川県高松市群れ町群れから、高松市、亀井町に至る国道11号のバイパスとして建設された道路。香川県内では最初の4車線バイパス。現在は国道11号の一部となっている。バイパス道路ではあるが、高松市中心部へつながっている。全般的に交通量が多く、市内中心部に向かうにつれて渋滞する。特に、 フェリー通り制では、路上駐車やタクシーなどの客待ち停車が原因で、外側の車線が塞がり、事実上に車線道路となっている。高松町交差点は、旧道の香川県道155号群れ中心線が斜めに交差する変則的な交差点であるほか、前後約700メートルにわたって、中央分離帯が広くなっており、将来立体交差の効果が、 建設可能な用地が確保されている。また、松島2丁目踏切交差点から番長交差点までは、電線地中化されている。このバイパスを、さらに迂回する道路として、国道11号高松東道路があるが、現在は、有料区間が高松自動車道に編入されている。交通量は、全線を通して、おおむね3万台で推移しているが、 前回2005年調査時と比較すると、全線で交通量は減少している。また、昼間12時間における混雑度は中心部に向かうにつれ上がり、片田交差点異性は本来の計画交通要領である1.00を超えている。特に塩谷町伊勢通りでは、ことでんの踏切が連続2カ所存在することや、路上駐車やタクシーなどの客待ち停車で常に、 外側一車線が塞がっていることが原因で、混雑度が2.39に達する、慢性的で著しい混雑状態である。大型商業施設パワーシティ、八島付近では休日混雑時の平均旅行速度は、平日の約半分近く遅いが、交通量は平日と休日で喫航しており、全体的に平日の交通量の方が多い。香川県内の一般国道の中においては、 例外地点でもある。出店注釈高松市街地形成外環状線の一部を形成している。高松市と旧礼町との境界だった場所。ありがとうございます。